はい。シュプリンプラスです。じゃあ今日は海外の売れ行き、完売タイムなどをチェックしていきたいと思います。え今週はシプリン23年 SS シーズンのウィーク19ですね。え夏の新作サングラスや小物類が発売予定となっていると。え海外ではもうすでに発売となっておりますのでえ、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また、動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。 はい。こちらはスプリ r e プラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、スプリ r e 2 3年 SA s e a s o Week 19ですね、えー。今週は発売アイテム、えー、少なめですけれども新、新作のサングラスや小物類など、えー、旧アイテムが発売予定となっていると。えー、で、早速、えー、スプリ r e の、えー、EU の方の完売状況からチェックしていきたいと思います。まず完売タイム。 えー、アイウェアスケートボードが1個だけですね375秒かなりゆっくり売り切れになったと、えー、完売状況をチェックしていきたいと思いますまずストロベリーキャンプキャップ、えー、これは人気になって完売になっているとそれからデニムキャンプキャップダーティーインディゴが人気になっておりますやっぱりこのカラー人気ですね、えー、それから夏の新作サングラスまずはこれコルソコルソは残ってる、えー、それからノミ、えー のみはホワイト、それからパープルパープルはパープルに見えたりブルーに見えたりっていうこのカラーですけどやっぱり注目カラー、人気になってますねそれからミーズミーズはブルールックブックで使われてたブルーがソールダウトになっているとそしてキーキーはこれもルックブックで使われたカラーですねブラックが人気になっているとそれからエルムエルムは残っているとそしてドルフイン ドリフィンタオル、これは残ってるアイウェアスケートボード、これが人気になっております。ソルトタイム、一番早かったと。375秒。といったような状況でした。それから、US の方も見ていきたいと思います。まずは、完売状況から。完売タイムから。デニムキャンプキャップのダーティーインディゴが36秒。早いですね、これね。そして、ストロベリーキャンプキャップ173秒。アイウェアスケートボード、 デニムキャンプキャップなどが入っているとブラックね完売状況はストロベルキャンプキャップこれはやっぱり人気になってますね EU、US ともに売り切れデニムキャンプキャップはあ US は結構ソールダアウトになってますねグリーン、ブラックそしてレッドレッドはラストってからですけどそれからダーティーンリコこの4色ソールダアウトホワイトのみが残っているとそれからサングラスはコールスを残って ているそしてのみ、ノミはやっぱりホワイトとパープルが EU と同じく売り切れになっているとそしてミーズはミーズはクリアですねピンクレンズのクリアがソールダーアウトになっていると、えー、キーは全から残っているとエルムも全から残っているドルフィンタール残っているアイウェアスケートボードのデッキはやっぱり売り切れになっております。 EU、US ともに売り切れになっているのはストロベリーキャンプキャップ、それからデニムキャンプキャップのダーティーインディゴ、そしてサングラスはのみのホワイトとパープル、それから、えー、っと、アイウェアスケートボードデッキ。この辺ですかね。この辺が EU、US ともにソールドアウトになっていると。日本でもこのアイテム類はチェックしといた方が、注目しといた方がいいんじゃないかなと思います。 ということで、海外の売れ行き見てまいりました。後半は着画見ていきたいと思います。まずはサングラスから早速。これはコルソですね。サイドのフレームのところにシプリムのメタルのロゴが埋め込みになっていると。これレッドから、ルックブックで使われておりました。レッド。レッドはゴールドのプレートが入っているということでかっこいいですね。そしてブラック。ブラックから。ブラックからはシルバーの。 メタルルが入っっていると、えー、ったこれコルソですねあと他にはコルソはあこのべっ甲とあとグリッターがあるのかグリッターグリッターとべっ甲それからレッドブラックの4色で発売予定、えー、そして、えー、これですねのみこれが人気になってますねのみのサングラス、えー、パープルに見えたりブルーに見えたりっていうこれ見る角度によって光の当たり具合によってカラーが違う 変わって見えるというこのパープルカラーこれやっぱかっこいいですねこれは日本でもかなり注目のアイテムになってくるかなという感じですけどもあとこのホワイトも人気でしたねルックブックアイテムの,のみのホワイトこれも人気になっておりましたそれからミーズミーズはこのブルーこれもルックブックで採用されておりますがブルーは EU で人気になっておりましたレンズのところに ラインストーンでシュプリームの S の文字スクリプトロゴの S の文字がレンズに入っていると。ラインストーンで。それからキー。これも EU で人気でしたね。キーのブラック。これはスクリプトロゴがサイドフレームのところに入っているよと。それからエルム。エルムも発売になると。エルムは海外ではそこまで人気になっておりませんでしたけれども、まあ、価格が今回一番高いと。 いうところもまあ動きが悪い理由になっているのかもしれませんね。えー、ということで、アイテムサングラスは5型発売予定と、こういったあの専用ケースもついてくるよと。えー、これが陳列画像ですけれども、これがのみのパープル、うん、完全にブルーに見えますね、今のこの角度だと。えー、といった感じで発売になってくると、やっぱり注目はこののみのパープルになってくるかなと。 いった感じがします日本ではこのエルムも非常に人気になってきているよとそしてアクセサリー類コマノ類も発売になりますけれどもまずは注目なのはこれですねストロベリーキャンプキャップこれはスプリングティーでストロベリーティーというのが発売になっておりましたけれどもその時はグラフィックかプリントで入っておりましたが今回は総柄ですね総柄のストロベリーのキャンプキャップその絵画 ストロベリーやチェリーなどが、えー、落とし込まれているデザインになっているということで、えー、このさくらんぼは今季節ですから、まあ、あの季節感もあっていて非常にかっこいいんじゃないかなという感じで、えー、総柄のファブリックに赤いボックスローがしっかりと入っているということでシュプリーム感も非常にあるよというキャンプキャップ これは非常に US、EU ともに人気になってますね。日本でも今週1位、2位を争う人気になってきてるアイテムです。なので、まあ結構これは早い段階で完売になりそうですね。US はなんか36秒だったよね。36秒とかで完売になっているということですので、かなり争奪戦になってきそうだと。それからもう一方、デニムキャンプキャップ。これはダーティーインディゴというーですけども、ダーティーインディゴ。えー バギージーンズやバギーショーツなどでも発売にされておりますけど最近発売になった新色ですね少し薄汚れたようなカラーが特徴的なダーティーっていう名前のダーティーインディゴ非常にちょっと黄ばみがか,かってますけれどもちょっと汚したような加工が施されているというダーティーインディゴカラーこれがやっぱり一番人気になってますね USEU ともに人気になっているとダーティーインディゴそれからグリーンとかグリーンもバギーショーツが発売になった時は非常に人気になっていたとなのでグリーンカラーも注目オーバーダイドグリーンということですよねこれは上からグリーンをかぶせているとウォッシュドブルーにグリーンを後染めで入れているといったような加工のグリーンカラーこれも注目になってくるとそれからホワイトなども着が出ておりますそしてドルフィンタオル ドルフィンタオルは日本では非常に注目度が高いアイテムになってきていると。かなり大判のタオルですね。このサイズ感を見ていただければ分かる通り、えー。かなり大判のタオルになっているので、ブランケットとか、えー、膝掛けとかっていう形でも使えそうなアイテム。ビーチタオル、えー。それから最後、スケートボードデッキが発売予定と。アイウェアスケートボードデッキ。これ、海外で非常に人気でしたね、えー。EU、US ともにも売り切れになっていると。 もしかしたら数が少なめなのかもしれません、あのルックブックアイテムではなくてこれはスポットアイテムになっておりますのでプレビュー未掲載品になっておりますので結構少なめの可能性ありますね。ということで今週はサングラス、それから小物類アイテム発売アイテム数は9アイテムと少なめですけれどもいろいろ注目アイテムあって楽しみな週末になってきそうだと。 いうところで今日は海外の売れ行き完売タイム、それから着画をチェックしてまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。